こんにちは。全国8500万人の麻生財務大臣ファンの皆様、今回は秘宝でございます。なんと私たちの麻生財務大臣がその職を解かれ、残念なことに財務省を去っていきます。今回その映像が届きましたので、皆さんと一緒に見ていこうかと思います。じゃあ画面の方どうぞ。麻生氏を見送るため財務省から出てくる人たち。あ、本当にお疲れ様でした。用意されたのは紫色の花束です。わざわざカメラの前で花束を渡す。麻生氏が好んだ色を選んだといいます、ね、麻生氏は第二次安倍政権発足時からおよそ8年9ヶ月にわたり財務大臣を務め、戦後最長の在任期間となりました。いい加減にしろと。問題発言が多かった一方、問題存在からの信頼は厚かったという麻生氏。在任期間中に2度消費税率を引き上げたことを実績として挙げていますが、見送りの人が多かった理由について、ある職員は、関わった職員が多かったことや昼休みの時間帯で天気に恵まれたこともあったのではと話しました。いかがですか、麻生財務大臣が華々しくね、この財務省を去っていくときに多くの職員に見送られたって言いますけども、もうふざけんなよと。お前らもグルか。俺たち国民の苦しみが分かってればね、この財務省、この野郎、消費税の 1% を上げるのだってね、お前らこの野郎ね、誰かは消費税を上げるのに苦労したって言うけども、上げることを決めるよりもね、払う方が苦労すんだよ。消費税上げて誰が喜ぶんだよ。何やってんだよ財務省、財政出動どんどんしてくれよもう。いや今回ね、麻生財務大臣を見送ったやつもグルですよね。国でお父さんお母さん泣いてますよ。財務省の職員の皆さん、あなたたちの 10% にした消費税によってですね、国のお父さんお母さんは食うものも食わず、着るものも着ず、困ってますよね。そんなこと考えたことありますか。この上消費税を上げる行為は瀕死の病人から布団を剥ぎ取る行為ですよ。麻生財務大臣が去っていって、よし麻生財務大臣いなくなったから消費税廃止だみたいな動きにならないですかね。ちゃかちゃかやってるんじゃないよ麻生財務大臣が去った後にね。財務省の職員の皆さん、消費税は廃止、廃止以外はないということで、ぜひ山本太郎さんを財務省のね大臣にしてほしいなと思いますし、西田昌司さんを財務省のまあね大臣にしてほしいなと思いますよ。じゃあまあそんなとこですかね。麻生財務大臣お疲れ様でしたね。吸い取られた私たち国民はもっとお疲れ様でした。